笑いは健康のもと、大いに笑っていただいて、元気になってもらえればと、この話し家という職業もそれで成り立っているようなわけでございます。やはりね、病になってしまいますと、いろんなもの、体に負担がかかったり、行動が範囲が狭められてしまいますから、お気をつけいただきたいわけでございますが、私なんかも食べるものを気をつけて、健康管理に、まあ、いろいろこう気遣っておりますけれども、食べるものですとやはりなんかね、お芋がいいんだそうでございまして、しかもね、自然薯というああいう山芋を食べるといいんだそうでございまして、よく言われております、病も気からなんてこと申しますから。まあ、亡くなってしまった病気で恋患いという、まあ大抵この女性がかかるという昔の医学書にちゃんと書いてあったそうでございます。女性特有の病気、若い頃になるというようなことで書いてあったそうでございますが、中には男の若いやつで小心な男を恋患いになるなんて話があったんだそうでございまして、おいるかい、いる、いるのかよ、いる、いるのかって聞いてんのに、いるって返事があるか、開けるぞ、あ、なんだ真っ暗じゃねえか、戸を開けるとか明かりをつけるとかどっちかにしてくれよ、目が慣れてきた、おーおーおー、その座敷の真ん中に座ってるのはハチだな、ハチ公だな、兄貴か、兄貴かじゃねえやな、どうしたい、仕事場へ丸っきり顔見せねえ、心配してんだい、棟梁は様子見てこいってんで様子見に来たんだい、どうしたい、はあ、バカに元気がねえな、体の具合でも悪いのか、体の具合が悪いんだよ、病気なんだよ、病なんだ、それで患って伏せってんの、言うこと丁寧だね、おい、どこが悪いんだい、頭でも痛いか、そうじゃねえ、目が悪いか、そうじゃねえ、鼻が痛いか、そうじゃねえ、口か、そうじゃねえ、歯か、そうじゃねえ、喉か、そうじゃねえ、胸か、そうじゃねえ、腹具合か、そうじゃねえ、かっけか、そうじゃねえ、水虫か、そうじゃねえ、どこが悪いんだい、そうじゃねえ、何言ってんだい、どこが悪いって聞いてんのにそうじゃねえって言い方があるかい、おう、医者に見てもらったか、見てもらわね、ダメじゃねえかよ、医者に見てもらわなかったら治る病気だって治れなくなっちまうんだい、なんで見てもらわねえんだ、見てもらわなくてもね、おいらどういう病気か分かってる、何、医者に分からねえでお前さん分かってるのかい、すごいじゃねえかよ、どういう病気だい、言ってもいいけどこれ言うと兄貴笑うから、笑やしねえやな、患って困ってんだろ、笑わねえから言ってみろ、笑わない、じゃあ言うけどおいらの病は実は実は , 笑ってんのお前さんだよ、俺は笑わねえから言ってみろ、うん、言うよ、お医者様でも草津の湯でも惚れた病は治りゃせぬ、あ、ちょいなちょいな、陽気な病気だな、おい、ちょいなちょいなが出るようじゃ死ぬ心配ねえや、何よ、お医者様でも草津の湯でも惚れた病、惚れた病、おい、おい、もしかして恋患い、あら、悟られたか、悟るよ、おい、恋患い、へえ、おめえ確か今年30だったな、30だって恋患いしていけねえって法はね、そらねえやな、帰ってめでて言ってくれのもんじゃねえかよ、おめえはずっと一人でいたんだからな、そうかそうか、ようやくその気になってくれたか、俺話持ってこうじゃねえか、俺で話がまとまらねえんだったらな、棟梁に頼んで棟梁話持ってってもらおうじゃねえか、おい誰なんだ言ってみろ、おい教えろよ、誰かちゃんとまとめてやるから言って、分かった、おめえ普段仲良く付き合ってるからノリ屋のおかんさんか、バカ言うね、あら68じゃねえか、そんなばあさんに恋煩いするわけねえ、いやおめえ物好きだから、じゃあおめえ誰なんだい、言ってもいいけど兄貴笑うから、笑わねえよ、さっき笑ったらすまなかった、笑わねえから言ってみろ、笑わない、じゃあ言うけどね、実は恋煩いの相手というのは実は笑う、おめえまたやってんじゃねえか、笑わねえから言ってみろ、笑わない、じゃあ言うけどね、越後屋のおかくさんなんだよ、おかくさん、プー、笑った、すまねえ、笑わせてくれよ、おい、越後屋言ってたらこの界隈切っての大金持ちだよ、そうだ、おめえこの切っての貧乏人じゃねえかよ、そうだ、おかくさんと言ったら今津小町と言われてくれ、いい女だ、そうだ、おめえはこの町内切っての武男だ、そうだ、この話はまとまらねえ、そうだ、諦めろ、そうだ、死んじまえ、そうだ、ちょっと待ってくれよ、おい、兄貴がまとめてやるってから話をした、怒るなよ、でもよ、なんだってそんな高値の花を思っちまったんだい、
この間ね、飯のおかずに豆が食いたくなってあそこに煮豆買いに行ったんだ。何の豆買いに行った？五目豆買いに行った。色っぽくね男だ。どうせ買いに行くんだったらウグイスとかオータフク、名前だけでも色っぽいの買いに行けや。どうしたい？くださいって言うと、いらっしゃいってお客さんが出てきた。こっちが丼鉢差し出すってと山のようによそってくれて、これを差し出した、お待ちどうさまでしたってね、手を出したんだ。おいらもね、手を受け取ろうとしたんだよ。で、指と指とが触れ合っちゃったって、俺は思わずブルブルっと触れちゃってね、しょんべん漏らした。汚ねえなおい。パッと手引っ込めたらね、丼鉢落っことしちゃって真っ二つに割れちゃって、あたり一面豆が散らばったんだ。それを見る程度お客さんが、大変な粗相いたしまして申し訳がございません。慌てて奥へ駆け込むと、今のよりも一回り大きな丼鉢、それをまた山のように襲ってくれて、うちの丼でお気に召しますまいが、どうぞお持ちくださいって差し出したんだよ。お客さんが割ったんじゃねえ、俺が割ったんじゃねえか、なんて優しい人だと思って、それからね、うちへ帰っておまんま食おうと思ったら、おまんまがね、兄貴の前だけど食えねえんだよ。どうして？飯粒一粒がお客さんの顔に見えてくる。豆だってね、みんなお客さんに見えてくるんだ。お客さん食うような気がしてダメなんだ。俺はしょうがねえから箸と茶碗下に置いたよ。それからはね、座布団もお客さんに見えてくるんだ。鉄瓶もお客さんに見えてくる。湯気の中からぽーっとお客さんの顔が見て、見えるものみんなお客さんに見えてきて、こうやって喋ってるうちに、兄貴の顔もお客さんに。気持ち悪いな、しっかりしろ。俺そういう気がねえんだから。で、どうしたい？おいらね、お客さんに会いたいからね、もう豆全部食えないから、それをね、台所に移してさ、くださいって言って、へい、いらっしゃいって番頭が出てきやがった。ほら、別に番頭の顔なんか見たかねえけど、買わねえわけにいかねえから買ってけってきて、でまたね、これ開けてね、くださいって言って、いらっしゃいって小僧が出てきやがった。ほら、小僧に会いたかねえんだけど、買わねえわけにいかねえから買ってけってきて、また丼鉢を台所に開けてね、くださいって言って、いらっしゃいってばあさんが出てきやった。ほら、別にババアに会いたかねえんだけど、買わねえわけにいかねえから買ってけってきて、兄貴見てくれよ、台所五目豆山になっちゃってんだよ。こんなことしてるってと、俺は豆で新酒を潰すといけねえと思って、いろいろ考えてね、ようやく分かったのが、あそこのうちのはばかりだよ。はばかり？あ、なるほど、いいところに目つけやがった。 あれだけでけえ身体持ってる越後屋、いまだにね、自分で便所こしらえてねえんだ。長屋の外豪華共同便所使ってるデザインか。そうなんだよ、俺はね、お客さんが共同便所へ来る時間を知ってるんだ。変なもの知ってんだな、おい。どうしたい？朝の早い時間なんだ、いつも来るんだよ。だからね、おいらね、待ち伏せしようと思ってさ、便所の中に入ってたんだけど、兄貴も知っての通り、うちのさ、長屋どこもそうなんだけどね、長屋ってのは戸が半分しかねえんだよ。立ってるって言うと、こっから上は丸見えになっちゃうんだ。だからね、こうやってしゃがんでたんだよ。するとね、カランコロンカランコロンって下駄の音がしてきたよ。やったな、お客さん来たのか。そうじゃねえんだよ、のり屋のおかんばあさんがな、子供のおまる開けに来やがったんだ。あのばあさん、そそっかしくて武将と来てるだろ。ちゃんと戸を開けてからおまる開けりゃいいものをさ、上の戸の開いてるところからおまるをスーッと出してパーッと開けたんだよ。俺はそっからね、頭からザーッと子供のおしっこかびちゃってね、それから今まで恋煩い。何を言ってんだい、おめえの恋煩いってのは下恋の恋じゃねえか。だって兄貴昔から言うじゃねえか、恋に上下の隔てはねえや。越後屋という一席でございます。どうもありがとうございます。